リスタイルの仕方です。今日はですね、人気のワークチェア座り比べみたいな感じのことをやっていきたいと思います。まずこちらがハーマンミラーのセールチェアですね。アメリカのメーカーです。発表されたのが2010年なので、比較的新しいかな。でこっちが伊藤木のフリップフラップチェア、これも新しくて2016年だったかな。伊藤木は日本のメーカーです。新品の価格で言えば、こっちが仕様にもよるんですけど、大体新品価格10万から14万ぐらい。こっちもそんな感じですけど、ちょっと高い。14万から17万円ぐらい。これも仕様に多少異なります。中古の市場価格、ヤフオク調べですけど、セールチェアが3万円から5万円ぐらい。フリップフラップチェアはちょっと定価高いけど、中古価格は少し安くて3万から4万ぐらいかな、で販売されているので、定価から追うとこっちの方がお得かなって。中古がね、でもそんなに変わらないです。どうだったっけ。ここのレバーがあって、これでもちろん昇降になりますね。これがこの倒れる硬さ、わかりますかね。こういうふうね、硬さの柔らかい硬いっていうのをここで調整できます。で反対のレバーで言うと、これがカチカチカチっとこう4段階かな、ロックされます。リクライニングが1、2、3段階か。これが一番倒れる。いいね。ヘッドレストがあればもっといいけど、寝られますね。ヘッドレストタイプのやつも多分あったと思う、オプションで。あとここの肘の高さも調整できるようになってます。ここでね、これ一番高いで下げる。割とゲーミングチェア的に使う方も多いみたい。カラフルだしね、結構家に置いといてもいい感じの、オフィスって感じじゃない。いろんな色があって、今回うちに入ってきたのはこのオリーブっていう色かな。あ、そうだ、そう、座面が動くのかな。そうだよね、座面自体がこう。一個忘れてました、ここのこれね、こっち側、このレバーでこう前傾がっつりやろうかなっていう人は、そういう前傾チルト、ここがこうなる感じね。なのでちょっと座面とか肘の高さとか、もちろん昇降もあって、自分の思うところで調整してもらえる感じのハーマンミラーのセールチェアですね。次は、伊藤木のフリップフラップチェア、こんな感じで、これはちょっとハイバックタイプですね。あ、なんかすごいキャスターの動きがいいね。ここにレバーあります。これ昇降かな、お好きな位置で調整してもらって、でこれもこのこれのリクライニングの硬さ調整が、これもここにありますね。こっち見るとでっかいレバーがあって、わかりますかね、このフリーとロックってなってて、手前に引いてるとめっちゃ倒れます。これね、もっとね倒れるの、柔らかくするとほら、でハイバックなんで寝られる。めっちゃこのままロックってやるとロックされます。で好きなところでロックってやると、ここで止まる。でこれを解除すると、あ、ちょっと倒してから、あれ、あ、ほらこうやって戻ると。あとここにレバーがあって、両側なんだけど、ここがペコって中に入るのと、フラットになるのとっていう機能がありますね。で肘はボタンがあるので、内側にここで調整できます。あとここのこれも前後ろ、座面の前後ろはない、前傾チルトもない。あとね、ここが背もたれが、これなんか特殊なあれらしいんだけど、耳みたいなところが柔らかくなってるので、こう持たれた時のフレキシビルな感じがすごくいいですね。これも色がちょっとカラフルなんで、すごいオフィスって感じじゃなくって、家でもパソコン用とかゲーム用で使ってもらうといいと思いますね。はい、今日は、ハーマンミラーの、セールチェアと伊藤木のフリップフラップチェアのご紹介をさせていただきました。個人的にはこちらフリップフラップチェアが良かったです。ハイバックとローバックということもあるんだけど、やっぱハイバックですごくこう倒れた時の座り心地の良さで、固定ができて昼寝ができる、ただそこの部分ぐらいかな。
違いで言えば、ただこっちはメッシュなんでやっぱり長時間やると蒸れないというかっていうこともあるので、あの個人的にはこっちが良かったですけど、それぞれお店とか行って、もちろんうちに来ていただいてもいいですけど、座り比べしていただければいいかなと思います。リスタイルでは、こういったあのデザイナーズ家具、ブランド家具、ヴィンテージ家具の販売買取をやってます。概要欄の方、貼ってありますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。